続いて国際連合食糧農業機関中日連絡事務所所長日比恵理子様によるプレゼンテーションです。それでは日比様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。 FAO の中日連絡事務所の所長の日比恵理子です。 FAO は食料と農林水産業を専門とする国連の技術的な専門機関です。今日世界では最大8億人以上の人が飢餓に苦しみ、30億人が経済的な理由でバランスの取れた食事を取れない状況です。その背景には気候変動、紛争、そして経済ショックのような要因があります。一方で生産された食料の約3分の1がロス、廃棄され食されていない状況です。まさに歪みのある農業食料システムが存在するのです。農業食料システムをより持続可能なものに変革することが世界の急務で FAO のマンデートです。私ども中日連絡事務所は世界の食料安全保障や栄養改善に向けた取り組みを日本の皆様と幅広く共有し、グローバルな取り組みのへの日本からの貢献を支援します。具体的には2点です。まずは大学研究機関とのネットワークを通じた情報共有、意見交換をさらに強化するとともに、日本にある世界農業遺産認定地域を含め地方自治体や日本各地の団体や個人ネットワークを作り、グローバルな知見共有、意見交換、国際的な取り組みへの貢献の機会づくりなどを実現します。どうもありがとうございました。日比様ありがとうございました。